誰かいねえのか。バレット、この先から聞こえる。おい、返事してくれ。行くぞ。せーの。私たちのせいだね。違うぜティファ。何もかもシンラの奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。絶対忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。ん？エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。マジで落ちやがった。おい、どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、
古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代史の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？何でもない。急ごう。穴が開いちゃった。本当ひでえことになったな。待て、やり過ごそう。信じらんない。あいつら何してやがる。仕事だろうが、マリンのことだけ考えろ。今はな。犯人。大切なものは取り戻せたのか。あんたのおかげでな。ならば、もう手放さないことだ。見つかったか？目下、屋敷の中を捜索中です。まずは、避難場所を確保せる。すぐに敵を解かせるといいんだけど。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。七番街が潰れちまったって本当なのか？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくは無理か。あいつら探しに行かないと。え、俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ。
すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。グラウドさん、何なりと申し付けください。今後も遠慮なくお越しください。僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから。当局は先日から発生している魔法炉と関連する可能性があるとして、クラウドさん、何なりと申し付けください。今後も遠慮なくお越しください。あの家だ。マリン、マリン。マリンはどこにいる？バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク。今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。
私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。
私は信じなかった。でもそれから何日かして夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、うん、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。あ、言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代史なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない。思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らないか。やることいろいろあんだろう。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。七番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代種だぜ。深い意味はねえよ。すごい地響きだったな。これって事故じゃないよね。
あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。沈め！はい！あっ！そこ！覚悟
はいい。悪いが頼む。俺の本気にビビんなよ。さあ、行くよ。そこ。こっちだ。わっ。さ。沈め。集中。あっ。行くよ。やりすぎる。気をつけ。行け。秒後クリア。
次もこの調子。抜けたか。うるせえ奴らだったな。すぐ終わる。一気に行くぜ。頼む。どけどけ。よしかな。そっちは任せる。抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。はあ、助かった命、無駄にはできないよな。どこから手をつけたものか。何？こっから這い上がるぞ。ようやくまともな空気がする。いられないだろう。いっそ助からなければ。
バカ言うな。今までだってなんとかやってきたじゃないか。ここを抜ければ、もともとお金はなかったし、家も古かったし。またか。さっきよりも近いな。おい、助けが必要な奴はいねえか。マルさん、あんたたち行くぞ、せーの。よかったな。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけて行きな。おい、誰かいねえか。返事をしてくれ。その顔ならマリンは助かったんだね。あの子まったく大したもんだよ。その顔ならマリンは助かったんだね。誰かいないか。おーい、助けに来たぞ。聞こえてたら返事をしてくれ。誰か返事をしてくれ。ウェッジの猫だ。何？行ってみよう。行くぞ。せーの。今行くからな。そこで待ってろよ。死んだくせやな。
ウェッジ？ウェッジ！まだまだ！
やがれ。悪いな。
しかしてずっとこんな風に移動してきたの？まあな。俺らしいだろ。ぶっ放す。さあ行くよ。いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるさ。戻ったら美味しいものいっぱい食べさせてあげよう。ガンダロンがぶっ倒す。うん、カット。俺は俺の超火力。どんなもんよ。
遅えぞ。では遅れてきて指図してんじゃねえ。うわ、よっしゃ。よくここが分かったな。銃撃の跡をたどった。あんなことをするのはあんただけだ。へへ。はあ、どけどけ。安全な場所に移そう。他のことはその後。おう、そうだな。クラウド？よくやった。ウェッジのこと任せていいか。俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。重てえな。